それじゃあクールにやっていくぜ、マリオメーカー。まだクリアした人はいないみたいなんだぜ。私たちが、最初のクリア者になれたらいいね。6の2、岩山トンネル。やばい、フラッシュの秘伝マシン持ってきてないけど、大丈夫かな？なんて言ってる間に何かが降ってきて、ボム兵さんが爆発しちゃったよ。今のはいきなりだったから、かなり驚いたんだぜ。ちょっと上に登れるみたいだから、確認してくるね。あったのは赤コインか。この制作者さんのパターンからして、おまけエリア的なものなのかもしれないな。うわ、強制スクロールか。なんだか、本家のワールドのドーナツ平野の洞窟みたいだね。そういえばあったな。コウモリとかも飛んできて、結構難しかったよな。隠しゴールに行くと、緑スイッチがあったりしたんだっけ？そうだった気がするけど、あんまりはっきりとは覚えてないよ。スターロードに行けたのは湖からだっけか？お化け屋敷じゃなかったかな？だいぶ昔のことだから、自信がないよ。そして、扉は外れだったみたいだな。また最初からやり直しですか？はい、戻ってきました。安定のカットだな。なるほど、孔明さんを全部出してから扉の中に入ればよかったんだね。どっちにしてもやり直す運命にあったんですな。霊夢、人生は一度きりだからこそ輝くんだぜ。ほほほほい、今度は無事に孔明さんの上を渡ってこれましたよ。そんなにはしゃぐほどのことじゃないだろ。同じところを何度も通って、テンション上げていかないとやってられません。さっきやられたのは霊夢のせいでしょ？別にコースのせいではないんだぜ。ここでキノコいただけるんですね、ごっちゃんです。避けにくい敵ばっかりでかなりヒヤヒヤプレイだったけど、これでなんとかなりそうかな？天井から落ちてくるメットやトゲゾウがとってもやらしい配置なんだよな。さらに追加でパックンまで出てきたよ。もうお腹いっぱいです。もうダメージ食らってしまったか。これはさっきキノコがあって、本当に助かったんだぜ。狭い通路で敵の攻撃がきつすぎませんか？おお、中間ポイント発見しました。この後のエリアもさっきまでみたいな難易度だったら、中間ないと絶対クリアできなそうだな。二つ目の赤コインは、大きいままここまで来ないといけなかったんだね。無理です。そして予想通り、さらに敵の攻撃がきつくなってるよ。羽付きのチョロプーが、ブロックで隔離されてるな。あんなのまで出てきちゃうと手に負えないので、無視して進みましょう。あ、そうか、スピンで壊れちゃうんだったね。今ので完全に避けるタイミングが狂ってしまったな。トゲネットも、赤いのと青いのがいて避けにくいことこの上ないよ。おっと今のは危なかった。パックンまでこの先出てくるのか。ふう、ここで少し休憩ができそうかな。とは言っても、強制スクロールだからあまり休憩はできないけどね。チョロプーに注意が行き過ぎてたな。今度は、しっかりと倒してから抜けてきたね。早めに倒して、少しでも安全なエリアを確保したくってね。土管からキノコでも出てくればと思ったが、出てきたのはパックンだったか。ここで中間ポイント二つ目か。ファイヤーがあるのはありがたいよね。優しい制作者さんなのかな？全然でかーい。なんですかこれは、またここを通り抜けないといけないのか。私たちが何をしたって言うんですか？もう勘弁してください。しかも今度はチョロプーまで落ちてきてるじゃないですか。さっきまで閉じ込められていたやつが、Pスイッチのせいで解放されてしまったんだな。あーもう無理です、こんなん無理無理もう無理に決まってるから、ハイアーキラーメターちょっと何取ってんのよ、私のこと勝手に取らないで。一周目ですらあんなに苦戦したっていうのに、こんなの私にできるわけないでしょ。せめてスターでもあればなんとかなるかもしれないけど、どこにも見当たらないし、もう無理です。はいはいはい、もう無理ゲーですよ、この畜生ねー。制作者の方、大変申し訳ございません。霊夢は後できっちりと締めておきます。取り乱し方の割には、ゴリゴリもしてるけど結構進めてるんじゃない？あ、土管まで来てたね、さすが私。ここの赤コインは、スイッチの効果が切れたら取れるのかもしれないけど、途中の音を逃してるからな。最初の中間のとこの赤コイン、あれはかなり厳しいよね。ここの上に登れば、実は鍵があったりしないかな？はい、残念でした。いいんです、ゴールできればそれでいいんです。今回、ウプ主の実力では鍵をゲットすることができませんでした。ぜひ動画を見て興味湧いた方がいたら、扉の中に行ってみてください。そして今回はこの辺で終わります。次は、あなたのコースにくるくるくる。